皆さん、こんにちは。子育て支援 B リーフです。B リーフの語源は、信じるの Believe。私たちは、夢や希望、絆、愛を信じて、事務局3人で合唱サークルの活動支援をしています。活動のきっかけは、大好きな歌を歌う場所が欲しい、との子どもたちの思いから、2017年6月に、子育て支援 B リーフを設立しました。小学生から高校生が集う合唱サークルなごみと、その家族友人で結成されたファミナゴの活動支援をしています。指導に枝牧子先生をお迎えし、歌声でたくさんの人に笑顔を届けたいと願うメンバーの思いを大切に、2つの合唱サークルの活動を支援しています。それでは、合唱サークルファミナゴについてお話しさせていただきます。ファミナゴは、合唱サークルなごみの保護者やその友人で構成されている大人の合唱サークルです。ファミナゴのファミは、ファミリーのファミ、なごはなごみ、音階のドレミにもちょっと引っ掛けたネーミングです。メンバーは、現在7名、枝牧子先生に月に1回、第1月曜日にレッスンしていただき、地域イベントやボーカルアンサンブルフェスタ in 茨城に参加しています。また今後は施設訪問も視野に入れ、みんなで楽しく練習を重ねています。それでは、指導の枝牧子先生、ファミナゴのメンバーのご紹介をさせていただきます。まずは、みんなのアイドル真姫ちゃん。牧子先生を別の呼び方をして、真姫先生とお呼びしています。ソプラノのみおちゃん、透き通った高音が魅力です。おはようからお休みまで、練習時間は誰にも負けない、ソプラノかおるちゃん。歌とオカリナ二刀流、れいこさん、アルトにあみちゃんもいます。ユーモアたっぷり、エンターテナー、ハローちゃん。優しいのは声だけじゃないよ。ジェントルノブさん。目立ちたがりはナンバーワン。歌い出したら止まらない。タケさん。子育て支援 B リーフも今年で5周年を迎えます。それを記念して2021年12月25日に5周年記念クリスマスコンサートを行いました。その様子をご覧ください。最初の曲は、お隣、笠間市にゆかりのある坂本九さんの名曲、見上げてごらん夜の星をです。お聴きください。
続いては、日本人の心の歌、ふるさと、オカリナの演奏も合わせてお楽しみください。最後は、世界的に有名なビートルズの曲、オブラディ・オブラダの日本語版です。合唱サークルなごみのなごちゃんずとコラボ、大人と子供が小さな家族にまとまり、文字通りファミリーでなごみ、明るい未来予想図を歌います。Thank you.
ちは、一緒に歌ってくれるメンバーを随時募集しています。詳しくは Facebook 合唱サークルなごみ、またはコミット広場ホームページにてご検索いただければ幸いです。最後になりましたが、子育ち支援 B リーフは、レンレン、カオル、アサコの3名で運営しています。タイプは全く違う3人ですが、お互いの感性を信じ信頼し、メンバーと共に賛同し、協力してくれる方々に、感謝の気持ちを忘れずに支援しています。それでは、ご清聴ありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしております。